になっちゃうくらいには疲れてます。あ、そう、本当に疲れてる。もうこれね、元気とかじゃなくて疲れが回ってこうなってる、うん、深夜テンションみたいな、ちょっと早めの。ゆうなちゃんとサリのコンビ名って考えたことないね。うん、何がいいかな。そんなひねるタイプなんだ。そんなひねるタイプなんだ。ひねるタイプなんだね。コンコン。なんかね、すごいあねちゃん来てって言ってたよ、ファンの人が。だって座ろう。ね、あ、いいよ全然。本当にここで。こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。こんばんは。待って、ゆうなちゃんと。暑いこの部屋、大丈夫？いいよ。お弁当食べた。なんかお弁当すごくない？なんかめちゃくちゃ豪華だよね。どうしたの？あ、すごい、海なし県の3人だって。あと恥ずかしい。ほんと恥ずかしいな。恥ずかしい。魚を知らない女たちだわ。今日さ、象形訪問でさ。えひめどうですかって言ったら、あやちゃんが、なんだっけ、なんか魚とみかんが美味しいですって言ったら、なんか、あ、埼玉はお魚珍しいですかみたいな言われたから、あ、埼玉海ないんでめっちゃドヤって言ってて笑っちゃった。岐阜もないよと思いながら、うん、あ、でもすごいいじってきたなと思って、ね、うん、表敬訪問なのにね、うん、面白かった今日、うん、でもあっという間だったね、今回のやつの時間、うんうん、お弁当がとてつもなく豪華なので一緒に、はい、同じ同じ疲れました。でもとても、はい、朝からね頑張った。いや本当に頑張ったよ、うちら、うん、もう一周回ってちょっとおかしいもんね。うん、オクラ美味しいね、思った、うん、オクラ美味しい、オクラ美味しくて感動してるの、うん、かわいいじゃん、うちら。うちもオクラから食べる。うん、愛媛バカ暑いです。え、那覇より暑いよ、みんな。今日那覇より暑かったの、うん。沖縄に来た気分だから。うん、着いた瞬間にメンソーレーって。さあさあ、高橋さん。いいね。うんうん。うん、本当だ、オクラ美味しいね。ね、何か食べよう。なんか全部マヨネーズ使ってそうでやだな。マヨネーズ嫌いなんだっけ、うん、だっけ、一緒だね、ほんと、うん、なんかでもさ、これもマヨネーズに見えてくるさ、これは100マヨネーズじゃん、うん、ポテサラだからね、ポテサラで、でもポテサラさ食べれるようになったんだよ。え、マヨネーズで、そう、すごい、なんで、え、わかんない、なんか成長した。でもなんかディップするのはまだ無理、あ、野菜スティックとかさ、唐揚げとか。今までポテサラ食べたことなかった？なくはない、家で何で食べた、うん、プスね、あやちゃん今日そんなレッスンに来てたっけ？うん、レッスンすら覚えてないの、やばいね、記憶ないね、レッスンっていうかリハの、うんうん、あ、レッスンの記憶ないね、気づいたら始まって気づいたら終わってた、うん、眠すぎるし目がもうね、ね、辛いも、うん、うん、うん、なんか下にマヨネーズしてたんだ、ね、タルタルがいるんだけど、うん、食べれない、やめてよタルタル。そっか、それもダメなのか、食べれない。あんちゃん髪伸びた、そうね、エクステだよ、伸びたよな、エクステーズ、エクステーズだ、そうじゃん、イエーイ、イエイ。私はもうこれが終わったら撮ろうかなと思ってるよ。え、早っ、うん、あやちゃんのハイトーンが見たい。いや、見たい。そう、やっぱ自分ショートだなって、うん、ショートっていうかその短めがいいなって。あやちゃんのボブのハイトーンも最高だよ、うん、誰にも勝てない、うんうんうん、いや、さっき2期のパンフレットをさ初めて見て、うん、そのあやちゃん超可愛かった、うん、あ、そうだわ、めちゃくちゃめっちゃハイトーンだよね、ハイトーン、ショートハイトーン、そう、ハイトーンボブ超可愛かった。いや、あれぐらいを目指してね、ちょっとやっていこうかな、うん、てかすごいさ、いい、この配信8っぽくない？ホテルでさ、みんなでご飯食べてさ、ね、めっちゃ8っぽいね、うん、なんか、なんか4年前くらい思い出す、うん、リアルだね、4年前、うん、全国ツアーとかね、若かったよ、うんうんうん、間違いない、うん、電波まだ悪いですか、私。でもスピード上がってるね、うん、変えたから携帯から飛ばしてる、なんか可
かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。ありがとうございます。さやちゃんはギガホなんだって。そう。だからね。だから。Wi-Fi 使わなくても。そう。4G でやってる今。何ギガ使ってもね、スイスイなの。最高だね。あやちゃん最近、めっちゃ低速なってる。あとちょっとで携帯よ携帯ちょっとちょっとで低速だって言って、いつも、なんかやっぱその初日とかあったじゃん、各チームのさ、そうだね、その時やっぱ動画いっぱい見るじゃん、その時低速になっちゃったよね、わかるよ、ギガホでしょ、ギガホでしょ、でも今月からなの、喧嘩しないでよ、4月に熱やばい。ギガホリはうるさいから。ギガホリしてよ。ギガホリさ。4月にもう20日ぐらいの段階で、なんか30ギガあったのに、残り 1.5 ギガぐらいしかなくなって、あ死ぬと思って、なんかもう嫌気がさして機種変とともに、めっちゃいいあれにしちゃったプラン。うち携帯代アホみたいに高いんだけど。なんで？わかんない。毎月のってこと？なんでだろう。でもあんまわかんない。でもね、わかんないね。他の人がどんぐらいなのか。からもうほったらかしにしてる。これ結局何だったの？緑の何？え、わからん。タルタルの味しかしてなかった。ダメだもん。あ、端末代か、端末代かも。確かに最近の携帯マジ高い。端末が高いんだよね。カクテル飲んだよね、うちらも。あ、そう。自分たちのリラ君のバーで販売される、今日明日明後日販売されるオリジナルカクテル試飲しました。皆さん飲みました？飲みましたか？マジさやのが一番うまい。うちは自分では飲めないの作っちゃった。ワインがね、うめえってなっちゃった。ノンアルでもワイン、ノンアルだけど全部アルコールにできるみたいな。あれなんか言ってたよね、なんか頼んだらそう、ウォッカベースにできるんだって、頼んだらアルコール入れできるらしいよ、だから晩酌したい人はアルコール入れてみてください。みんな飲みたいでしょうからね。そう、まあ、さやのやつはあのミックスジュースだけどね、完全にグレープフルーツみかんとオレンジ、グレープフルーツみかんとリンゴ。美味しい、まずいわけない。あのファミレスでドリンクバーガーってやった時の同じ感じ。なんかワイン強すぎて、なんかノンアルなのに酔っ払った気分になった。一人でワイン強かったね、プラシーボで。大人の味かも。甘い人好きじゃない人向けに作ってみたから、ジンジャーエールがね、強いもんね。うん、甘いの好きじゃないよって方も飲んでみてください。まあ8杯飲むっていうのもいいしね。お腹たぷんたぷんなりそう。8000円しますから全員。おかしい。すごいな、高級だね。まあでもお酒にするんだったらさ、あのまあまあって感じね。値段変わるのかな、お酒にしたら。いや変わんないと思うよ。変わんない、分かんない、適当なこと言ってるけど今。めちゃくちゃ適当なこと言ってる。お酒にもできるらしいよって。おすすめです。あやに可愛いって。ありがとうございます。あやに可愛いって、ありがとうございます。食べるのも疲れちゃったね。マジで過去最大級レベルに疲れてる。ね、目が重くない？汗かいたし。えんでさ、空港降りた瞬間に汗めっちゃ出なかった。マジノースリーブで来ればよかったって思ったもん。失敗したよね、服。暑っと思って。マジで、本当に暑い。なんで今ご飯食べてるの？今しか食べる時間がなかったから。マジで昼からなかったよね、食べる時間。なかった。マジで今日は本当に忙しかったんですよ。もう表敬訪問もして、テレビも出て、新聞にも行って、そっからもリハだったので、もうずっと動いてたね。
本当に水飲む時間しかなかった、うん、です。豚肉めっちゃ美味しい。何豚肉、うんうんうん、何焼きっていうのか分かんないけどとりあえず 豚では、ね、うんうん、美味しかった。でも甘い、ね、うんうん、チンジャオロースみたいな感じ、うんうん、味付けチンジャオロースってでも牛か、そうだ牛だ、あそうなんだ、うん、多分、うん、いやでも牛だった気がする。完全に牛って入ってなかった。なんか青い。でも牛。え、分からん。チンジャオロース調べる。チン、うん、じゃあこれ何パン？え、牛って書いてないわ。ん？何パン？うん、何パン？セサミ？セサミ？セサミ？うん。ごま、うん、ついてる。セサミじゃね？あの待って、どの部分がセサミ？セサミって、バンズの部分。あ、バンズ、これセサミって言うんだ。え、ごまのことセサミっていう。へー、セサミストリートって。え、じゃあごま町ってこと？そう、ごま通り。ごま通りのエルモってこと？そう。え、セサミストリートってどこにあるっけ？分からん、テキサスとか。ごま通りってこと？日本じゃん。ごま町。ごま通り、日本語にすると急にダサいやん。横文字だとかっこいいのに。つぼっちゃった。楽しいね。うん、楽しい。今すっごい、ね、いい眠りにつけそう、うん、いっぱい笑ったから、うん、これのみんなで愛媛来たの楽しい、うん、1123日。えぐえぐいよね。最後920えぐ。うんじゃん。聞いて聞いて、あにちゃんにも聞いて。ゼロ。ゼロ。でも1ヶ月頑張ったもんね。うん。めんちゃんこの前1ヶ月頑張ったもんね。ほんとに。まあ忙しいですからね。そう、忙しいんです。あにちゃんは。忙しいんです。そう。そんなことない。舞台やってたから。そんなことなかった。舞台やってたから。ごめんね。ショールームをね、こう、ついつい、うん、重視できないというか。へこまないでよ。すごいなで方、ね、すごいなで方、ね、なで方。本当だね、うん、びっくりしちゃった。しかもさ、うちが前にいるからめっちゃでかく見えない。うちガンダムみたいな。あいちゃん小顔に見える余計嬉しい、うん、小顔だけどね、うん、おもろい。楽しみだね。楽しみ、普通に楽しみだよ、うんうん、でもマーズにも行きたいし、うちパスタココが食べたい、ね、パスタココ行きたいよね。パスタココ行きたい、うん、パスタココ行こうよ。行こう。どうしてもマーズに行きたい、うん、マーズの今のメロンパフェみたいなの食べたい、うん、今メロンなんだ、うん、でもさ、なんかさ、フリマみたいなやるみたいな書いてあったじゃん。フリマ？キッチンか、キッチンか、うん、いちごシェイク来るんだって、うん、いちご日和の。いちごシェイクを飲みたいよね。飲みたい。いちご日和行ってみたいんだよね。いちご日和ね、うん、地元の人？愛媛人になってる。いちご日和ね、鮮明で全員伝わるっていう。すごいね、愛媛代表にもう7人ぐらい今なれる、うん、なれるなれる。結構詳しくなったよね、うん、なった。やっぱさ、座礁長めにいるとさ、うん、なんかつくんだね、この土地感というか、ね、やばい、見て。何どういうこと？手皿が初めて機能した。フェリーってさ、賢いから面白いんだよね。確かに、うん、賢いからなんか面白いね。絶対賢くない行動だよね、うん、今の。手皿を初めて活用したのに、その前もうち、あ、手に乗っちゃった、あれ終わりだもんね。やっぱ賢いからおもろいの、うん、はあ、楽しい、うん、あーおもろ、うん、ハマはもう眠いって言ってた、うん、はもう寝る、いつも寝るよね、うん、楽しいね。あちゃん充電ないよ。充電器さしてないじゃないんだけど。持ってきたのにさしてないじゃん。活用してる、ね、活用モバイルバッテリーね。ちゃんとあ、置いてきちゃった、うちそれちゃんとね、うん、
え、それ1回でさ何回充電できるの、うん、1回の充電でこれ、うん、え、これ1回やったら多分終わりだと思う。あ、1回で終わり、うん、充電がね、うんうん、また充電しないと、うんうん、で1回用ってことか、うん、1回満タンにしたら終わりそう。ゆりなちゃんが前日ライブのゲストになるとは思わなかった。まあ隣の県だからね、うん、そうね、そう確かに それ選びです。うん、うん、だしやっぱ要点はね何でもできるからね、うんうん、馴染んでます、うんうん、疲れてるやん。あのさ、喋ったらお腹いっぱいじゃない？うん、わかる、うん、あれってマジ撫で方なんだろう。じゃ印みたいになってる。させていただきます、うん、したらね、うん、髪型迷うね、ね、何にしよう。でも2日間で変えたいいよね、うん、うん、疲れたね。食べてみようハンバーガー。うん、うち固形のチーズも食べれないんだよね。もう食べれないものいっぱいある。ももちゃんも言ってたな、固形のチーズダメ。そう、意外。うん、何が入ってんの、ハミ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 、美味しいよハミ、ハミとチーズ、ハミ、ああ、もうおかしい、疲れてきたけど楽しい。うん、疲れてんだよ。うん、書いてんだよね。うまっ。何？ふう。あ、でも今日初めて小原さんに会った。ああ、ね、そう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 。オバマンに会った。オバマン。ん？なっくん。入れ替え、うん、これ。そう。なっくんなの。ああ。もうるんちゃんがそのまま入れ替えずっとしたから。ルンちゃんが最後の方だったのかな、うん、でも初めましてでしたね。若かったよね、なんか、うん、やっぱ年齢って出るのそうだね、年齢出てましたね、うん、でも明日初めましての人いっぱいいるんだろうな。 ね、 ね、でもご挨拶したいね。ね、うん、どうも、ご挨拶したいですってセリフあったよね。はい、ぜひお母様にご挨拶したいです。あった気がする。いや、奥の変化わかんない。本旅から帰ったこの前めっちゃ笑ってたてててでん、あ、本旅から帰ったみんなで土佐行こう、わしのふるさと中浜に。はい、ぜひお母様にご挨拶したいです。なんもない、貧しい、みんな浜辺だから人の手すぎだけは熱いんじゃ、んじゃそれはじゃあ見てるわ、見ます。楽しくなってきちゃったのよ、久しぶりすぎて。ね、そうなんだよね、うん、そ
そうなの、そこまで来ると思う、うん、自分がこのセリフを覚えてることだけでももう本当は面白くなってきちゃう、うん、マジで覚えてない、もう半年も経ってば忘れちゃうね、そうだよね、うまそう、マジミュージカルの歌い方わからん、ね、それ、うん、わからんくなった、ポップスの歌い方しかわからなくなっちゃった、よくやれてたなって思うもん、うん、歌えてたなって、うん、なんかコメント取れる？取れる、まあ、あやんちゃんが前に出てきた、あ、すごい意外と深いこの椅子、え、そうファっていく、高橋ダブル高橋、意外と見ないツーショット、うん、確かに、イエーイ、イエーイ、ダブル高橋です、イエーイ、イエーイ、でもさ、あやんちゃんと仲良くなりたくて、今日しれっとあやちゃんって呼んだ、あ、そう、嬉しかったそう、一瞬、ポッってなったけど、そう、呼びたいなと思ってて、嬉しい、呼んで、そう、しれっと呼んでみた、うん、ありがとう、かわいいね、恥ずかしい、なんかそう、なんかドキドキした、うん、呼ぶとき、うん、すごい、なんか、ないから、普段、うん、なんだろう、あやねちゃんと仲良くなりたいです、みたいな、え、嘘、みんな思ってますよ、出なかった、うん、出なかった、あれ、何なんだろう、ねえ、ゆなちゃんの配信コメント見れない、ほんとだバグってる、バグってる、一回 iPad 縦にしたら戻るよ、ね、前にも行っていいよ、そう、うん、座ってない、そこで、あそこ一回縦にしてコメント産むね、いるよコメント、え、ならないんだけど、もう一回、さあ、いけた、きたー、たいけた、よし、なんか珍しいスリーショットだな、改めて、ね、うん、ダブル高橋じゃん、イエーイ、イエーイ、楽しい楽しいちょっとショールームするのが久しぶり、久しぶりだよ、うん、マジで米粒まだ詰まってるんだけど、笑いすぎて、笑いすぎて、眠くなってきちゃった、ご飯食べたら、ね、どうしよう、お風呂入れない、頑張れない、みんな寝落ちできる人お風呂入らないで、うん、しちゃう、知ってる、しちゃう絶対無理、一緒だ、お風呂入んないとお布団入れない、わかる、そう、うん、床で寝るもん、うん、うん、すごい、家だったってこと、うん、そうそうそう、まあ、でもたまにある、うん、で、2時ぐらいに起きてってなる、うん、うん、ちょっと目悪くなったかも、うん、見えない、マジちょっと見える、え、普段だかん、うん、え、いいな、 2.0 だにゃん、めっちゃいいじゃん、目 1.2 だにゃん、 0.1 とか激悪いね、0.1? うん、激悪じゃん、でも、うん、すんごい頑張ればラバンで生活できる、ちょっと不安だけど、まだ 0.0 なんとかなると、うん、もうこの辺でもなんか分かんないらしい、うん、あれなんだ、コンタクトなんだね、うん、今もコンタクト、あんたは入れてない、んコンタクト入れてない、入れてない、うん、やばん、うん、すごっ、なんでそんないいの、ね、逆に気になる、ずっと携帯とか触ってるのに、うん、でも小学校の時から悪いもん、うん、でも生まれつきだよね、まあ、そう、なんか遺伝って言うし、うん、パパが悪いから、うーん、小学生の時 2.0 あったもん、すごっ、うん、その言ってみたらちっちゃいの見えますって、うん、全部見えた、うん、で一番上見えないの、うん、やばくない、うん、ガチ
そんな人生ある、あんなでかいのに片目だと見えない、そんな人生あるの、ギリ見えない、怖っ。なんかいつもさ視力検査メイシャでするとき、うん、もう看護師さんみたいな人が手でこうやって持ってる、うん、ガチ。え、これでどっちってこと？え、そう、なんかもう前の方にでっかいやつ持って立てて、うん、なんか言ってくれるんだなんかどこにこうやってタップかないように、なんか裏返しながら、うん、プロ、うん、なんだ、そう、そんなことしてくれるんだ、それで測ってる。でも眼科行くとさ、でもなんかこの覗くところにさ、うん、風船みたいなのされてさ、あの空気プシュってやれない、うんうんうん、あれ眼圧測ってる、ね、あ、眼圧測ってる、そう、何初めて聞いたの、空気プシュってやつはなんか眼圧測ってるって言ったけど、あんま分かってないよね、眼圧が何か、眼圧、眼圧ってなんだろう、うん、あれってなる、うん、そう、めっちゃミーシャヘビーユーザーだからコンタクト買うたびに見せ行かなきゃいけない、行ったことないわ、じゃあマジ、ずっと 2.0 だから健康だね。花粉症とかはない、花粉症ないの、うん、強くない、鼻しかない、物もらいとかもなったことない、あ、一回だけあった物もらいはあるけど、うん、強く測ったりとかはなかった、ね、めっちゃ物もらいになるんだよね、うん、ストレス溜まったり疲れ溜まると、うん、すぐなる。コロナのなんかコロナ期間に一回物もらいになったかも。あ、マジ、うん、知らなかった、うん、でも免許更新した時視力検査やったけど大丈夫だったわ、うん、いいかも。じゃあ免許にさ、なんか眼鏡としようみたいなさ、メガネしないと、メガネとかコンタクトしないと運転しちゃダメだよって書いてある、うん、ちゃんと書いてある。免許持ってんの、うん、免許持ってんの、やば、もう1年以上経つ、へえ、すごい。ドライブしたいみんなで、うん、あー、いいね、ずっと言ってるけど、うん、運転できる人いっぱいいんじゃん、ね、運転できる人隣にいたら運転できる、あー確かに安心感ちょっとあるよね、免許持ってない人全員だったらちょっと確かに怖くない、怖い、交代したい時もあるもんね、うん、なんかあったら。でも都会に住んでたら絶対免許いらないよね、いらない、いらないでしょ、だって、うん、まあ、なんか東京の道運転できないと思う、怖い岐阜だからいるよね、でも長野は絶対いる、うん、そう、え、岐阜くはん山道講習あった、うん、覚えてないの、山道走ったない、ない、ない、え、そうなん、高速はあったけど、え、高速あった、うん、高速はあったけど山道なかったかも、今住んでるとこかな、あ、どうなの、でも県ごとだったような気がする、うん、そう、山道をね走るんですよ、うん、教習で、へえ、路面教習の時になんか、うん、前の時は高速乗って、うん、でその山の付近で降りて、うん、そのまま山登ってった、うん、なんかブレーキ踏みつけると、うん、ブレーキにすり減って効かなくなっちゃうから、なんかエンジンブレーキをこう、うん、かけてみたいな、坂道ならやった、うん、でも本当そんな今回の坂ゴリゴリ山登ってったもんね、なんか大変そう、うん、そう、でもうちクランクめっちゃ得意だった、クランクだっけ、マニュアル、うん、そのあー S 字クランク、あ、そう、 S 字クランク、ね、ただもう一回も乗り上げなかった、うん、なんかカクカクする、カクカクするやつだっけ、 S 字って S 字はうねうねしてるやつ、でもあれもある、カクカクもある、そう、得意だった、でもあれ得意だった、うん、もうデザート食べちゃった、うん、でも行ってる、行ってる、うん、戻ったりしてるうん、うん、楽しいね、うん、人
と一緒にやるの、うん、誰が呼んでくれなかったら私はモノマネグランプリ見ながらご飯食べてるところだちょっと寂しいからやめてごいしょごいしょ、あ、今日金曜日だったのか。あ、そうだよ。金曜ロードショー何やった？トイストーリー終わりだ。でもさ、飛行機で見れたよ、トイストーリー4。うん。帰り見ようかな。じゃあ3しか見たことないトイストーリー。おれくつ。おもろない。じわじわくる。おれくつびてるぜ。そ, のそこまでしか分からんのよね歌詞がまるで分からない。なんかいっぱいかも。え、ずるくない、ねえ、ずる、うるさいじゃん、ずる、は、元気ある、息ある顔死にすぎ、あやちゃんのちょっとしんどい、あ、すごいパリ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 お腹いっぱい、お腹いっぱいだね、うん、じゃあ明日行ってみるね、うんうんうん、3人の共通点はあるかな、うん、なんだろう、共通点探そう、顔で似てるとこある、ないな、みんなめっちゃ個性ある、まず海なし県、うん、うん、なさそう共通点なんだろう、共通点なんだろうね、うーん、鉄やったでしょ、うん、うん、共通点、うん、血液型はじゃあ当てていこう、え、何これ、A、 O、 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 O でしょ、うん、うん、A、 あれだっけ、あれ、あれ A だよ、 A だっけ、うん、私は A ちゃん知ってる、うち、え、知ってるか、 A っぽい、おお、 A っぽい、うん、おー嬉しい、 A っぽいって言われるの、え、何、嬉しい、正解は、正解は B、 おー B、 B、 B でした、 B でした、バラバラだ、バラバラだ、うん、見事に、うん、見事に違う、すごい、じゃあなんだろう、あと人間の共通点になりうるものって言葉が深い人間の共通点になりうるものね、博士なんだけど人間の共通点になりうるものってなりうる、なり、なりうるものね深いんだよな、そんな言葉使ったことない、さらっと出てくるからね好きな食べ物は、あ、じゃあ、じゃあ、うん、あやねちゃんの、うん、好きな食べ物当てて、え、むずなんだろう、なんか、え、何系、甘い系、それともおかずとかする感じ、うん、あ、ご飯系、ご飯系、うん、和食だよね、そうそうそう、うちは出てこない、うん、親子丼ちょっとありそう、うんうんうん、でも近いよ、近いってか、え、天丼、あ、丼じゃない、丼じゃない、うん、なんだろう、和食系でしょ、うん、なんか、うん、なんか 主役じゃない、そう、主役じゃない、サブ、サブ、和食のサブ、和食のサブ、ついてくるやつ、しば漬け、しば漬けって何そうでしょ、なんか紫色の漬物だよ、あー、しば漬け、サブすぎる、それはちょっとサブすぎる、それはサブすぎる、ちょっとなんだろう、サブメインみたいな、筑前に、あー、でもいいっすよ、その辺、その辺、なんか、うん、うん、そういう感じかも、うん、雰囲気いいよ、うん、むずっ何探してる、なんだろう、これは29、なんだろうな、
でも卵使ってる、うん、卵使ってる和食、うん、そう、うん、おでん違う、あでも違う、ちょっと離れたな。卵使ってるのか、卵使ってるより何も思い浮かばない今。てくるかな。大ヒントはお寿司。あー、はい、お寿司屋さんとか。だし巻き卵。あいい、茶碗蒸し。おお正解。なるほどね、うん、お寿司屋さんだわ。そうそうそう、1個しかない。あやねちゃんの、あやちゃんポイント1。やれた。加算。ペロペロン。じゃあ、あやねちゃんとサイリンがもっと仲良くなろうのかいね。うん、OK。 じゃあ、サイリンの好きな食べ物。パン。あー、でもその一番じゃない。あ、そうなんだ。ちょっと前聞いたかも。聞いたよね。よくない、どれ言ったんだろう。だって一回じゃあ打つね。でもさえは、うん、いっちゃん好きな食べ物合ってる。あそれもそう、それもそう。あの、ね、2つあって、うん、サブっぽいじゃん。サブの中の1位と、うん、メインディッシュの中の1位がいる。うちはサブの1位は知ってる。そう、すごいね、あれコアだよ、うん、よく覚えてる てるね。コアなの、うん、和洋中中、メインは中に入ってるもの。え、メイン中かな、サブじゃない、うん、うん、あ、サブは中、うん、サブは中華っぽい。春巻き。あー、好きだけどもうちょいサブ、うん、もうちょいサブ、普通にサブ。でも春巻きは結構上位にいる。おもうちょいサブ、うん、サブだよ、サブ、今サブだよね。そうそうそう、サブの1位を当ててる。なんだろう、もうちょいサブってか、普通にもうサブ、それで食べんやろみたいな、うん、それだけじゃいかんやろ、あんまいかないだろうみたいな感じじゃない。あ、でも大ヒント言っていい？いいよ。好きだよ。お、好き？うん、あやちゃん好き。そうなんだ。うん、一緒、ここ共通である。あ、一緒だよ、絶対好き。好きな中華？うん、中華のものに入ってる。うん、中華のもの。じゃあめっちゃ大ヒント言っていい？うん、七瀬が嫌い。きくらげ。でもキクラゲも好き。近いよ。メンマ。メンマ好きなの？メンマ好きな人初めて見た。そう。そう、なんか、業務スーパーで、うん、メンマのなんかちょっと辛く味付けしてあるやつが1キロで売ってるんですよ。それ買って4日か5日ぐらいで食べきりました。やば。ここいいな。メンマ。メンマポイント。メンマポイント。メンマポイント。メンマ美味しいよね。うん、すげえ。メンマがいつもあやねちゃんに食べてもらってる。そうなんだ。あんなに美味しいのに。ずっと覚えられない。七瀬がメンマ嫌いな。忘れちゃうよね。いつもキクラゲって言っちゃう。やっと覚えた。うん。キクラゲも超好き。美味しいね。ちょっとキクラゲ好き。メンマね。メイン。メイン。じゃあメインを出よう。メインは。でも和なのかなあれって、うん、あのお家の夜ご飯とかに出てくる。ゆな知ってる？うち知らないよ。知らない。じゃあ当てよ。分かった。和でも絶対聞いたことあるんだよな多分。和でしょ。うん、和幼虫の中だったら和。おかず？おかず。おかず。あ、はいはいはい。一番でしょ。一番和食？うわ、聞いたことある気がするんだけどな。何使ってる？これヒントになっちゃう。うん。でも多分日本人の大多数が好き。うわ、この前絶対話した。肉じゃがじゃないでしょだって。うん。この話したの肉じゃがじゃないって話をした。生姜焼き。なんだろう、ちょっと好きじゃない。おかずでしょ、おかず。なんだろう。うわ、絶対この話したの。白米と食べるやつでしょ。うん。何？和食っていっぱいあるよ。味噌カツ。絶対違う。うん、違う。和？
天ぷら。あー違う、違った、好きだけど。でも揚げ物、揚げ物、揚げ物、エビフライ。怖すぎる。エビフライ。エビフライ。違う。コロッケ。うん、まあ好き。ちょっとコロッケ好きだったらおもろいかも。コロッケ一番だったらめっちゃおもろない、ちょっと。コロッケ一番好き。ちょっとおもろいよね。ちょっとおもろい。待って。なんだろう。めっちゃヒント言っていい、うん、今日のお弁当に入ってた。え、今、うん、揚げ物でしょ。え、唐揚げ、唐揚げ、うん、あ、そうなんだ、唐揚げなんだ、へぇ、大好き、なんだ、普通でよかったんだ、うん、ひねっちゃった、ひねっちゃった、ここにエビフライあるのにみんなこっちがエビフライとコロッケなるほどね、唐揚げなんだ、大好き唐揚げ、理解、覚えたもん、イエーイ、みんな覚えて帰ってね、はい、イエーイ。じゃあ逆に嫌いな食べ物、こんな盛り上がることないよ、うん、きっと確かに食べ物でな、うん、こっち、やんちゃんの嫌いな食べ物か、むずっ、こっちもわからないかも、なんだろう、なんだろう、もう絶対無理ってやつでしょ、うん、野菜嫌いそう、でもそんなことない、ま、でも、うん、好きではないやつはあるかな、うん、でもまあでも、あ、じゃあ今思いついた一番嫌いなやつは、うん、思いついた、思いついた、ちなみに野菜ではない、何系なんだろう、むずご飯、甘い系、いや普通にご飯系、ご飯系、おかず、おかずというか、メインというか、うん、普通料理名、もう食材、そのそう、そのもの、それおかずが出てくる、まんま、そう、むず、なんだろう、どういう時に出てくる、でも本当にもう材料だから、材料、もうそれをそのままいくやつ、焼いて、むず、はい、何、レバー、あーでもギリ食べれる、あー、でもそう、その線、その線、その線です、ホルモン、あー正解、おー、うん、でもレバーのアシストガットからもいけた、うんうん、ホルモンね、そう、そうもつも食べれない、もつはね食べれる、あれホルモンが本当に焼肉のホルモンとか、そうそうそう、なんかモツはさ、まだなんかこうちょっとちっちゃいしね、うん、確かに、ちゃんとこう存在があるじゃん、でもホルモンってさ、そうなんだもんね、ホルモンドゥル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 のずっと、うん、噛み切れないしね、そう、なるほどね、うん、かも、分かった、分かった、あやちゃん嫌いなホルモン、じゃあ次、さやちゃん、嫌いな食べ物どれにしよう、いっぱいある、うん、ほんのんがなんか普通によく店で出てくるもので嫌いなものあんまりないけど、うん、なんか今日ゆなちゃんに言ったけど果物の中で最後唯一嫌いなやつ、はいはいはい、聞いちゃった、果物大好きだけど、うん、一個だけ本当にその味のなんとかも食べれないやつがある、損してるなんて思った、スイカ、うん、大好き、みかん、うん、大好き、うん、なんだろう、みかん狩り行った時に、うん、あのジョンマイのメンバーで行ったんだけど、うん、カジュさんと2人でどれだけ食べれるかずっと勝負した、うん、カジュさんと負けたカジュさん食べそうだもん、12個ぐらいしかいけなくて負けた、うん、なんだろう、え、みんな好き、割と、あー、でも分かれるかも、うん、でも人気は高いよね、うん、あんまり嫌いな人は見たことない、そんなにない、いちご、うん、うん、ぶどう、ちょっとそんな、なんだろう、オーソドックスじゃないかも、うん、え、ま、見かけるけど、そう、そんなかも、
え、今日食べた？食べてない。今日は食べてない。夏、うん、マジこの時期って感じ。メロン？うん。でも出てきそう。え、桃。惜しい、惜しくはないか。でも、でもなんかそんなニュアンスだよね。そんな感じな、その辺から出てきそう。でもいけそう、もうそろそろ。かわいいあやねちゃん。さくらんぼ。うん。ちょっと離れた。あれ。うん、高級系のフルーツ。あ、梨。違う。うん。高級系のフルーツ。夏だよ、夏。夏？うん、高級？なフルーツ？ヒントは。何？夏って何？タイ？タイ？タイなんだ。タイ、うん、タイ有名かも。バナナ。違う。フィリピンじゃない。知らないよ。タイ。タイ？タイ？うん、有名だと思ってる。何があるっけ。バナナにキウイ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープフルーツ、ストロベリー、メロン。全然わなかったな今。アップルピーチ、レモン、パパイヤにパイナアップル、スイカにマンゴー、ココナッツ、ライチ、マンゴー。正解。マンゴー嫌いなんだ。そう、マンゴー食べれない。それは損してるかも。あと紅茶飲めない。うん、あ、そうだ、紅茶飲めないじゃん。紅茶飲めないの。全部飲めない。ミルクティー、ストレートティー。なんでだろうね。なんでなレモンティーとか。なんか。なんで？匂い？匂い。独特な匂いする。そうなんだ。そうだ、そう、紅茶が、ね、紅茶飲めない。飲めない、ね、意外と偏食なんじゃない。あ、あとさ、牛乳飲めない。あ、牛乳飲めない。牛乳飲めない。オンリーで飲めない。意外とあるじゃん共通点。うん、なんかオレとかだったら飲めるけど、うん、あ、牛乳単体だと無理、うん、お腹壊すし絶対、うん。でもあんま飲むことなくない。生なんかさ、給食で出るやん、うん、あ、毎回友達にあげてた、うん、そう、給食の牛乳は飲めたかも。なんか無理だった。なんか、なんであれとご飯を一緒に、ね、なんでだったんだろうね。行かなきゃいけないんだろう。カルシウムとかの問題だろうね、うんうん、でも、おじいちゃんにしろよって。え、そう、でもたまにさ、牛乳とご飯相性いいんだよねって食べてる人いなかった？昔いた。そう、すごい不思議な味覚と思って。夏は美味しく感じたよ、牛乳。冷たいからね。冷たいから。でももはや牛乳の味じゃなかったよ。いつも息止めて飲んでた、うん、飲むとき。食べていい？うん、うん、食べな。なるほどね。ウーマからの嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物？うん、なんだろう。でもさっき言ったじゃん、マヨネーズって、うん、それ以外、マヨネーズと固形のチーズ以外で探していい？うん、野菜とかないの？って言ってるかな。野菜か、あんまなさそう、うん、うん、嫌いなもの減ったの、大人になって。いやー、わかる。本当に減った。マヨネーズとか固形のチーズ以外は結構いけるようになった。あ、野菜かな、うん、嫌いなものある。セロリ。野菜違う、食べれる。え、なんだろう、本当にこんぐらいのもの。んグリーンピース。あ、でも近い。オリーブ。違う。トウモロコシ。サボコシ粒だけでしょ。なんだろう、それこそ、うん、大ヒント言っていい、うん、あやねちゃんの大好物に入ってる銀杏。正解。あー、それも無理。銀杏食べれない。あ、でも私銀杏食べないちゃうもしれない。それ嫌いってこと？うん、うん、銀杏嫌い。共通点あった。イエイイエイ。銀杏嫌いかも。銀杏食べれないわ。トマトも食べれなくはないけど、別に好きではない。あ、そうなんだ。でも食べる。最近のミニトマト20粒ぐらい食べた。そう。あ、そのなんか生で食べたいとは思わない。ああ。かな。逆に調理したトマト嫌い。
あ、火にかかってる。ああ、確かに。トマトパスタとかじゃない。そう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 。そういうのもダメ。トマトソースとか。でもさ、あれあんま得意じゃない。ミネストローネみたいな感じのトマト。ちょっとだけ好きじゃない。なるほどね。嫌いなものそんなないかも。いいことだね。でもなんかシーザーとかもダメなんだよね。シーザードレッシングとか。え、そうなの？シーザーサラダダメなの？うん、食べれない。マヨ系だから。あ、そう、マヨ系でしょシーザーって、チーズとかなんかそっち系。あ、そう、チーズ。粉チーズとかもダメなんだよね。え、なんかチーズ臭いのがあんま、苦手なんだ。からなんかピザとかでさ、とろけてるやつ、うん、なんかあのケチャップに勝ってればいい。でマヨネーズとかも、例えばたこ焼きだったらソースに勝つじゃん。間違えた、ソースが勝つじゃん。だからまだ食べれるけど、サバ無理だよ。本当、まあ、できればない方が嬉しいけど、だからサンドイッチとか一回も食べたことない。この人生 でもサンドイッチちっちゃい頃めっちゃ嫌いだった、マヨネーズ絶対いるし。食べてるとこ見たことないかも。だから例えばさ、差し入れでさ、サンドイッチ来ましたみたいな日あるじゃん、マジで終わったって思う。サンドイッチだけダメね。サンドイッチ食べれない人いると思ってなさそうだね。そう、食べれると思っちゃうね。全然ちっちゃい頃めっちゃ好きじゃなかった。だってさ、どっちにしてもマヨネーズ入ってなかったとしてもさ、卵に絶対あえてあるじゃん。だからそれでもう確かにダメです。そう、でもたこ焼き屋さんとか行って、あ、マヨネーズなしでって言うとなんか、ね、えって顔一回される、かな。結構盛り上がったんじゃない？ね、楽しかった、めっちゃ。でもママがめっちゃマヨネーズ好きで、そうなんだ。ママ嫌い、いないよね、マヨネーズ嫌いな人。え、そう、ママだってご飯になんか天かす乗せてマヨネーズパーってかけて、マヨラーだ。そう、超マヨラー、何でもマヨネーズかける、カレーにもかけるし、唐揚げにもかけるし、そう、唐揚げにマヨネーズは美味しい。美味しいんだ。え、最近ね、気づいたことがあったんだけど、うちの地元の方は冷やし中華にマヨネーズかけるよね。え、それはかけないの。うちかけないんだけど、なんか名古屋とかかけるんだけど、名古屋とか岐阜ぐらいがね、その文化あるって。かける？え、かけない。かけない。そう、この前撮影で愛知行った時にね、その冷やし中華が出たので、まあ、マヨネーズがポンって置いてあるから、スタッフさんが、え、これは何にかけるんですかって言って、でもみんなその周り愛知の人ばっかだから、え、冷やし中華ですよって言って、え、そうなんですかみたいな。だから冷やし中華にマヨネーズかけるっていうのが、ないわ。ないんだよ、文化。でもあるらしいよ、やっぱ。うちはかけないけど。まろやかになるのかな。食べてみてかな。言うよね、聞いたことある。信じられないと思った記憶あるもんね。らしいよ。このパンケーキ食べる。え、食べなかったんでしょ。さ、食べるさ、フォークとかついてないでしょ。袋の中入ってるかな。入ってる、外。すごい顔してる。入ってない。なんかさ、その辺に入ってないフォークか、なんかナイフ。え、ナイフ入ってる。ナイフではない。なんか爪ようじゃないけど、マドラーで、マドラーが。マドラーで食べる。爪ようじあるよ。爪ようじで食べる。使っていいよ、これ。爪ようじで食べよう。よかった。え、これ誰の爪ようじ？それは私の爪ようじ。かける。新発売の、ふんわりクリームシフォン。結構美味しいって話題になってた。え、本当に？うん、話題になってた。知らなかった。わかんない。話題になってたかわかんないけど、なんかちょっとバズってた。美味しいよみたいな。うちさ、匂い嗅ぐ癖あるねって言われたの。うん、ある。え、ある？気づいてた？うん。どうしよう。でも長瀬とかも嗅ぐ。うん、長瀬も嗅ぐ。え、どうしよう。最近知ったの。自分の癖？うん。食べ物食べるときとか、へえ。匂い嗅いでるよって。スタッフさんに言われた。なんで匂い嗅ぐんですかって。あ、嗅いでる。ほら。え、今の無意識なの？味わってないの。何にも嗅いでないの。ただ鼻に持って。鼻に持ってってんだけ。不思議。どう？うん。
の資本普通にちょっと食べづらい。セブンの店員がご利用ししてたなって。へえ、うんだ。普通のシフォンケーキでもシフォンケーキ美味しいよね。うちのママの得意お菓子。え、衝撃。ママもさ、お菓子作れるの？え、なんかママがめっちゃお菓子とお菓子焼く人で、うん、なんかお菓子作りの材何機が、うん、機材が家にあったから、さえもすぐパン作りとかお菓子作り始めれた。いいな、なんか、うん、そういうの。パン作れるじゃん、うん、普通に料理もできるの？うん、人並みになんかそんな、なんだろう、お店で出すようなクオリティのものはできないけど、うんうん、家庭料理くらいなら一通りは、うん、普通にできる人だ。うん、普通にそこにさ、水入っちゃったのね。分離しちゃう。分離しちゃう。それでさ、なんかさ、いちごのチョコだったんだ、しかもそれが。なんかもう、水入っておかしくなっちゃって、なんかね、牛乳とかめちゃ足したんだよね。で、まあ、なんとか固まったかなって思ったら、なんかの内臓かな。じゃあピンクだからね。ピンクだから、しかもなんかちょっと果肉入りだったから、うん、そうそうそう、果肉入りだったから、うん、黒そう、黒写真あるかな、なんか脳みそみたいな。マジでなんかゼリーみたいになってたよね。そうそうそう、すごかったの、うん、ちょっと懐かしいな、うん、すごいな。それもったいないから、うん、そう、それでバレンタインって2月だよね。2月、2月、うん、そう、待って、写真ない。あるかな。なんかもう内臓、なんかもうキモいスライムみたいな。本当に食べ物に見えない。食べ物に見えなかった。あれはそんなことある？なんかアメリカのおもちゃみたいな。でも普通になんか何、なんかブラウニーみたいなの作ったんだよね。そうそうそう、それは普通に上出来だったんだよ、うん、一旦経過がね、途中経過がちょっとエグかった。クランチとなんかそう、フォンダンショコラ、違う、ガトーショコラか、うん、なんかを作ったんだけど、そうそうそう、順調だったけど、一個だけちょっと、うん、あ、全然自信ないわ。え、ないよね、作ることに自信だったんだよ。なかったから、記憶にね、全然ないんだよ、うん、残念。最近お菓子作ってないな。ねえ、お菓子作りたい。うん、たまに、なる。でもこの前、いちごのパイ作った。うん、なんかね、いちごのパイ、パイ生地を、うん、パイ生地大好き。なんか業務用の量買っちゃって。あ、言ってたね。そう。使い切んなきゃいけないんだけど、全然使い切れなくて、今困ってる。食べに行くしかないかな。マジでパイならマジいくらでも食べれるらしい。え、入るよね。え、うん、パイ大好き。わかる。やばい、それなんか全部業務用の量買っちゃうからいつも困ってる。そうでしょ。こんな、なんかでも冷蔵庫大きいんだっけ。そう、なんか 2,3 人用のファミリーサイズなんだけど、常にいっぱいなの。え、一人暮らしなのに。そう、なんかうちのあれ倍大きいんだよ。マジ。アイヌちゃん家にあるくらいじゃない。そうなん、すげえ。でもそれでも足りない今、うんうんうん、パンの粉がね、ちょっとかさばるよね。めっちゃ粉いっぱいあるうちに。あ、そうそう、道を案内したお礼にもらったイチゴね。そうそうそう、そうなの。え、なんかおばあちゃんに道で急に話しかけられて、うん、どこどこってどこにあるんかねって言われて、うん、なんか一緒についてってあげたら、うん、うん、
なんもないけどって漫画みたいになんもないけどって言っていちごパックでこう渡されて、全然もらえないですって準備してたかのような、そうもらえないですって言ったら、いいからいいからって押し付けてさっ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 て言っちゃって、いい話、いい話、アニメかと思った、うん、そう東京、東京、すごくない、いい話だね、東京にもそんなことあるんだね、ね、でっか食べるとき一瞬だけブスになるんだよな可愛いのに口に赤いから、口に赤いの本当嫌だ、でも美味しく食べれるよいっぱい、うん、それも口大きいから食べれるの早い、わかる、めっちゃ言われる、でたまに一緒に食べる人になんか全部飲み込んでるって言われるもん、うん、早すぎて噛んでないんじゃないってね、よくない、うん、マジ最近肩めっちゃ気になる自分の、何幅、うん、なんだっけ、丸み、あー泣きが巻き型、巻き型になってるな、あーそう、さやも巻き型、もうつまり猫背でしょ、うん、イエス、つまりね、見直したよ本当に、姿勢ってどれがこれ、どれが正しい姿勢なの、でもやっぱその、あでも今綺麗だよ、うん、これずっといるの無理じゃない、そうだから、その姿勢をキープするために体幹が必要あ、そうそう、だからそうなんだ、体幹ずるとかが、そうそうそう、マッスルマッスル、マッスルマッスルしないと、そっか、めっちゃ、ま、あのストレートネック、あ分かる分かる、うん、あそう、はいはいはい、出てる首が、うん、今日のリハの映像もめっちゃ首出てた前に、そう、うち首座ってないんだよねそんな赤ちゃんみたいなことあるずっと首動いてるらしい、へえ、かわいいね、そっか、確かに七瀬姿勢いいかも、うん、うん、なんかさ背が高くてさ、うん、スタイル良くて姿勢いいからさ、めっちゃ綺麗に見えるよね、そうそうそう、やっぱ姿勢いいよね、うん、うん、大事、姿勢は、でも治らないんだよ、治らない、これうちのちゃん、Yes、うち反り腰にもなってる多分、うん、姿勢良くしようとなって、そし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 、え反り腰になっちゃう、それもインナーマッスル鍛えるしかないね、辛い、ジム買おうよもう日本語日本語しゃべる、ジム通おう、なんか妹がジム行ってたんだけど、うん、なんか30万ぐらいで契約して、うん、すんごい痩せてた、ガチすごい、ガリガリじゃなくて、なんかちゃんと背中とかの線とかが筋肉ついて痩せてるみたいな、へえ、妹とかもすごいスッてしてて、すごい、やっぱ30万なだけあるな、すごいな、やっぱパーソナルだから、一人一人、しかも体質に合った、そうそうそう、いいな、すごいね、うん、何もしてないな、うん、でもやっぱ30万も払ったからやんなきゃっていう思いになる、確かにね、さすがにそんな曲になったら確かにやる気起きる、うん、どんだけでも時間使うよね、うん、すごっ、パーソナルいいんだろうな、うん、でも食事とか従える気がしない、そう食べちゃいそう、全部 LINE とかでやり取りするらしい、そうなんだ、ラジオ番組で背もたれに一度も寄りかからなかったななせちゃんだって、ラジオで勝ち、すごい、映像ないのに、すごいな、やっぱ日々の努力なんだね、あのスタイルは大事にしていこう、見習わなきゃな、眠くなってきちゃったかもしれない、ね、からね、そろそろ終わろうか、うん、でも1時間ぐらい余裕でやってるよ、音音音音何キャラ変じゃん、ちょっとずれる、あの言葉がずれる、音嘘って言おうと思ったのに全然違うんだけど、音やなんだけど、疲
隠れてるとちょっとずれちゃうね。大丈夫ないよ。まあ明日はね楽しもうね。うん、楽しみ。本当に声出ない。ね、静かに静かに、ね、顔はもう眠そうだもん。途中からめちゃ顔眠そうだった。目が開いてなくなってきちゃった。そう、ちょっと終わりにしますかね。じゃあ終わりにしましょう。また明日。明日何時からだっけ。明日5時ん6時。明日何時からですか。みんなの方が分かってる気がする。5時5時でしょう。あ、でも5時だ。うん、正解。5時、うん、5時5時。イエーイ。じゃあ5時からお待ちしております。イエーイ。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。バイバイ。ランキング読ませて。じゃあ先読んじゃうね。 OK、13位ひのちゃんの中心さん、12位まぼろしさん、11位やすさん、10位、ライさん、さやか、ゆうな、かわいい、あやねはい、はい、おやすみ、あやねはいね、9位 YSA73 となんか下がんばってさん、8位やっすんさん、7位まじばなちゃん、6位YKやとマーク、みんな今日も一日お疲れ、明日頑張楽しんでねさん、5位 MM ルールザットマーク、東京ドーム22,000円のスタンド席さん、すごい。4位 TK トンカットマーク、タイのナタリトンさん、3位ダイヤくん、2位ドロさん、1位ひなじやとマーク、いつまでもゆうなを踊りますさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあランキング見まーす、はい。13位ピアノマンさん、ありがとうございます。12位あきみさん、ありがとうございます。11位クロウギツネさん、ありがとうございます。10位つなちゃん、ありがとうございます。9位かぼち先生、ありがとうございます。8位バイコドさん、ありがとうございます。7位ラピスさん、ありがとうございます。6位ケンサイチョブンさん、ありがとうございます。5位ともちさん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。3位まさっぴさん、ありがとうございます。2位ケンケンさん、ありがとうございます。そして1位はヤチさん、ありがとうございます。ヤチ、イエイイエイ。画質よくない？なんか綺麗だよね。そう、新しくしてからマジ綺麗。 13プロ、プロ、おー、そう、おすすめです。13プロ欲しい、うん、おすすめです。おすすめ、はい、変えようね。そしてギガホにする。大事、マジ大事。では、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。明日ね。